FM21 はみんなのラジオです。この後も FM21 76.8MHz でお楽しみください。 FM21 es la radio de todos. Que tengan un agradable momento con FM21 acompañándonos en 76.8MHz。木曜日、今週もやってまいりましたワンヌウムイの時間です。この時間は全ての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔をくる会ありがとう、浦添市ぐすくま通りにあります特定非営利活動法人テダコ、そしてアップルパイの美味しいお店クッキングテダコ、共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン、報道されない真実がここにあるローマ人日記、沖縄から真実を全世界へ発信するチャンネル桜沖縄支局、そしてタクシーのパーツとデジタル無線機のことなら全てお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援いたしております。今夜の MC 私ボッキーテドコンと、こんばんは、北極一号です。パヨ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 レンジャー漬山です。はい、こんばんは、たった2勝1敗で優勝できるなんてある意味すごいなです。はい、ということで今夜も全く意味不明なこの4名で、50分生放送でお送りいたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆様改めまして、こんばんは、当番組 MC の、ボギーテドコンでございます。まあ、3月も8日になりまして、もうほとんど沖縄本島では、桜の花も散り、まあ、緑色の小さなさくらんぼがあちらこちらに鈴なりになっております。まあ、沖縄のさくらんぼと言いますと、まあ、山形とか北海道とはちょっと違いまして、非常にあの肉厚の薄いさくらんぼでございまして、まあ、普通は鳥さんしか食べないようなものでございます。まあ、実際口に含んでみますと、まあ、実の方より種がまあ大きいというんですかね、そして甘いというよりはちょっとほろ苦いような味がしまして、まあ、ちょっと本土のさくらんぼと比べますと味が少し違うかななんて思ってしまいます。まあ、それでもやっぱり好きな人はつまんで食べたりとかしていますし、お酒につけてですね、あのチェリー酒にする方もいらっしゃるようです。まあ、台湾ではこのさくらんぼをね、あの商品として売ってるところもありまして、まあ、使い方によってはいろいろ今後活用できるんじゃないかなってね、私は思っております。まあ、さて、最近ちょっと暖かくなってたんですけど、少しだけやっぱり寒くなりました。まあ、気温19度ぐらいですかね。まあ9度と言いますと沖縄では寒いんですけど、まあ、東京とかそういったところでは9度とかねありまして、まあ、それに比べますとだいぶあったかいような気がしますけど、まあ、今夜もまた、はい、我が番組の、本当にスターである HK 仮面さん寒い話をしてくれるんじゃないかということで、もう格好そのものが今お寒いですよね。結構もう完全にこれなんかあれですよね、これ60年代安保のあの頃のなんか学生みたいな格好で今日来てますよね。はい、まあ、ちょうどあの今基地の前でアウアウしてる方々が若い頃こういう
ロン毛でボサボサ毛でですね、あのヘルメットかぶってマスクとサングラスでゲバボを振り回してたかなと思うんですけど、今日の格好のテーマは HK 仮面さん何なんでしょうか。今日はあのダークな感じで、はい、行こうかなと。いや、いつもダークだけどって感じですよ。いや、HK 仮面さんの場合はダークというよりはカオスじゃないですか。カオスどう見ても私カオスにしか見えないんですけどね。まあ、これであのギターでも持てばあのフォーク弾いてるハンセン学生にしか見えないような気がするんですけどね。はい、まあどうでしょう、 HK 仮面さん、男一匹36年。最近はいいことありました？あんまりないです。ないですね。ないんですか？何もないんですか？いいことを探し中です。いいことを探してるんですか？探して見つからないときは自分で作ればいいんですよ。ああ、はい、そういうもんですよ。はい、幸せはあの向こうからやってくるもんでありません。自分でやっぱりあの作り出すもんでもありますんで、ぜひ一生懸命、はい、あのガールハント頑張っていただきたいと思いますけど、あのもしわからないときにはあの悪い大人の皆さんいっぱいいますんで、私の方が紹介しましょうね。はい、特にあの南の楽園のオーナーなんかはいろいろ教えてくれる気がするんですけどね。また近々ラジオでもお招きして喋ってもらおうかと思っております。そうです、今セイラさんからいいことないなら作ろうよって言ってメッセージが来ております。ネットアシスタントのユキトさんから、 HK 度の幸せは男の子の中にと。何ですか、男の子ですか。男の子そして、はい、あの当番組 の、 あのメンバーでありました、石鹸男宮城さんからもメッセージが届いております。 HK さん、あの海枝さんや漬山さんより早くリア充になってやると言ってます。はい、もうリア充になるって本人頑張ってるみたいですよ。はい、HK さん負けてられないですよね。そういえば男の子といえば、まあ、石垣島のある陣営があのインスタグラムで応援団がなんかそういう格好をしてるんですよね。すごいですね。そうそう、この男の子っていうとズケちゃん、はい、何なんですかこれは。そうですね、なんか最近よくね、あのアニメとかでもありますけどね、なんか女装が趣味な方ですかね。はい、女装が趣味。はい、女装ですか。いや困りましたね。まあ、HK さんも以前キューティーハニーになりたいって言ってました。いやいやキューティーハニー、まあ、それに近いようなもんだと思うんですけど、あれですよね、あの HK 仮面さん、そのある陣営ではその女装した男性がピンクの洋服をつけてプラカードをやって、なんかあのこんなことをやってください、あんなことしてください、あの教室に全部クーラーつけてくださいとか掲げていましたけど、あれって、ね、あれってありなんですかね、どうなんでしょう。あ、これ一般の石垣の一般の方が見たらドン引きしちゃうんじゃないかなと。いや、石垣だけじゃないと思います。まあ石垣だけじゃないじゃないと思うんですけどね。はい、はい、今の HK 仮面さんがスマホであのネット中継の皆さんにお見せしてますけど、やっぱり HK 仮面さん、この世界好きなんですね。そうですね、結構気に入ってるようですね。いや、今一番 HK さんが好きなあの画像が出てますね。いやでも本当に困ったもんですけど、まあ、でもそういうふうに女装をした、ね、男性があの出てきて、まあ、制作っていうか、まあ、こうしてほしい、ああしてほしいって訴えるのは、まあ、自由なんですけど、まあ、一般の方からするとちょっとどうかななんていうふうに思っちゃいますよね。で今日は実際に石垣島に行った私の友人からメッセージ来てたんですけど、街中からピンクのコスプレがいっぱい歩いてるけど何なのって来てたんですよ。選挙ですよ、選挙でピンクのコスプレ、私すぐピーンってきました。それってもしかしてパイオレンジャーですよね。
パヨレンジャー、はい、ピンクのパヨってるレンジャーってことでパヨレンジャーって言われてる人たちが一生懸命この市内で選挙のお手伝いをして手を振ってるっていうことで、いやこれも海原さん、選挙って真面目なもんですよね本来はね。そうですね、仮想大会じゃないですよねこれは、選挙というのは、そうですよね、私もそう思いますし、あのパヨレンジャーの他になんとあの悪役のパヨッカーというのがいるらしいんですよね。パヨッカーパヨッカーと言われても正式な名称分かりません。ネットの中ではパヨッカーと言われてますけど、そういったのがなんか出てるらしいんですけどね、本当に困ったもんでございます。さてさて、早速メッセージが届いております。はい、ネットアシスタントの中でもかなりヘビーな方の、オフィスさんからありがとうございます。オフィスさんありがとうございます。はい、ボギーさん、北野漬けちゃん、南野梅原さん、そして世界も驚愕、スマホを持たせたら見るのはいつも男の子でおなじみの確かに男の子見てましたね。見てますね。見てますね今も。はい。HK オキパヨ変態アドベンチャーワールド成敗支配人の大作品 A さん、こんばんは。何ですか、ね、HK オキパヨ変態アドベンチャーワールド成敗支配人笑いすぎて呼吸ができなくなりますね。はい、沖縄もう桜が散りましたねと、さて本日は先日のとんでも公文書の続きを、入手しましたっていうことでね、はい、これ今大石さんからとんでもない公文書が送られてきてるんですけど、これ何かと言いますと、以前、この高江で混乱を避けるために警察が検問をしてその行く手を塞がれた弁護士が、行動の自由、移動の自由を侵害されたということで、那覇地裁に訴えた裁判で、この県警側が敗訴したんですけど、その控訴をさせないで尾長知事が県民感情を考慮してっていう理由で、控訴をね断念をして、結局県警が30万の賠償金を払わざるを得ない目に遭ってしまったと。私たちもこれ前からよくラジオでね、ネット放送でも流してるんですけど、こんなことがまかり通ったらこれから暴走族とか成人式のね、袴つけた屋根のない車とかを県警が止めたら、移動の自由を妨害されたって訴えられたら負けますよという話をしたんですけど、それの続きでまあございます。平成30年1月19日付の公文書ですがと、高江検問違法判決の控訴の是非をめぐり、警察本部と知事部局があらかじめ控訴の是非で内紛が起きることを想定し、知事部局側が顧問弁護士へ法律相談をした結果を、まとめた公文書が入手できましたということで、内容を書いてみるとこの弁護士がこう書いてるんですよね。こう助言をしている。県警との関係があるので知事の政治的判断で控訴の要否を判断せず県議会への提案がベターであると。確かにそう書いてあるんですよね、はい、この公文書私の手元にありますけど、これ読んでみますと助言の要旨ということで、地方自治法上最終的な意思決定の権限は知事にある。しかし県警との関係を考えると本件については知事が政治的判断で控訴の要否を決定すべきではなく議会に提案することがベターであるとしっかりと書かれております。はい、これ弁護士さんの、ね、場所も全部書かれております。いやすごいですね。しかしこの尾長知事は県警の控訴意思を踏みにじるどころか県の顧問弁護士の助言も無視して控訴断念を独断専行で行ったことがこれで判明しましたと。はい、県民の皆さん、警察との関係もあるのでと顧問弁護士の助言を無視してまでどこぞの将軍様のように
自分勝手にコース断念を決めた知事をこのままにしておいていいんでしょうかと。はい、スタジオの皆さん、この顧問弁護士の助言さえも無視した、知事のコース断念、どのようにお考えですか。 HK カメラさん、独裁者まさに、うん、よく石垣に行って元南城市長は独裁的な人だとか、そんな感じのことよく言ったなと思いますね。まあ、確かにそうですね。ズケちゃんどう思います、今回この内容を見て。そうですよね、県民の意思たるものではないですよね。その辺はやはりちょっとまずいですね。そうですね、女が知事の意思であって県民の意思、議会の意思とは全くかけ離れたもんですよね、うん、はい、はい、梅原さんはどうでしょう、うん、まあ、顧問弁護士の言うことを全く無視するんだったら、あの顧問弁護士を配置する意味がないですよね、これ。そうですよね、うん、いやだってね、これ、悪しき前例をやっぱり作ってしまうことになるんです。やっぱりこの裁判っていうのは前例主義になりますんで、これが確定したっていうことは、今後この全国のですよ、そういった検問とかで行く手を塞いだときに、あの裁判が起きたら、あの沖縄の裁判でこのような判決が確定してるっていうふうに引き合いに出されるわけです。ですからさっき言ったように、これ県民の皆さん本当に大変な問題ですよ。例えば国道58号線でノーヘルでね、マフラーもちょん切った車がパラヒラと走ってると、で付近の住民がうるさいっていうことで警察に電話をして、警察が58号線で検問を張ると、検問を張って真正面からこの突っ込んできた若者たちを、ね、止めると若者たちが俺たちの移動の自由を、ね、妨害するのかって言ってね、お前ら訴えるぞって言って訴えられたら負ける可能性が出てくる。あと成人式、まあ成人式っていうとね、よくあの屋根ぶった切った車がパラヒラと走ってますけど、こういったのもあの成人式の会場に入るのを入り口で警察が止めたりします、混乱を避けるためにね。するとそれもあのいわゆる移動の自由を妨害したって言って裁判を起こされたら沖縄県警負ける可能性が出てくるんですよ。だからそういうふうにね、誰が考えてもおかしい。だって自分たちがね起こした裁判で国と裁判をして負けた時には最高裁まで引っ張るのにね、自分たちがあのこのようにまあ的にかけられて、いわゆる反対派に有利な判決が出た時には控訴しないであのそのまま確定させちゃうと、はい、普通は地裁の次に高裁があって最高裁まで行くわけですよ。そうなった時にやっぱりこの判決が覆るっていうことはよくある話、地裁の判決でそのまま決まってしまうということはまずありえないです。大体裁判は高裁、まあ揉めた時には最高裁まで行きます。それをねやらないでこの地裁の判決であの県民感情に配慮してっていうふうにコース断念をし、あの沖縄県警にこの悪しき前例をねつけてしまい、で賠償金まで払わないといけなくなってしまった。知事が払うんじゃないんですよ、これあの公文書でオフィスさんが取り寄せた公文書ではっきりしてますけど、あの 県のね知事が払うんじゃないんです、県警が払うんですよ、はい、県警が払う羽目になったのに、その控訴断念は県警の意思とは全く違ったところで決められてしまった。これってね沖縄県警本当にかわいそうですよ。ただでさえねもう本当に過酷な勤務状況、基地の周辺でワーワーしてる連中にかかりっきりで休みもない、本当に大変な中で頑張ってる方々の士気にやっぱり響くんですよね、はいはい、本当はあの今日の HK 亀井さんみたいな格好してるのどんどん職質してないいんですよ。沖縄の警察官ほとんど職質しないって言われてますけど、あのやっぱり忙しいし人手足りないし、ね、ただでさえクタクタになってるところにこのように士気をね貶めるようなことしたらどうかななんてね思いますよ。はい、あとまた1枚来てますので、これ海枝さんにちょっと読んでいただきましょう。はい、はい、福岡県からこんばんは、ボギー中佐です。福岡県は寒さが少し、緩んだとはいえまだ最高気温12度前後です。沖縄はいかがでしょうか。
さて沖縄では今週末石垣市長選挙があるようで約1名不真面目な候補者がおられるようですがご本人はいかがお考えなのかと疑問ですね。まず私のところでは見かけない候補者ですが石垣市民の皆さんには正しい人を選んでいただきたいところです。さて北極1号こと HK 仮面さんにご報告です。5月の連休にまた沖縄に伺いますがその時に新しいコスプレを今からいろいろ準備してございます。楽しみにお待ちください。ただ某ネット通販サイトでモルゲッソよコスプレで検索するとなぜか男性用ビキニパンツが出てきます少々爆笑しました。それではお会いできる日を楽しみにしておりますということですまもしかしてあの変築林な被り物を来ようとしてるんですかねあれ被って銀行入ったらすぐ通報するんですはい、いや本当に困ったもんでございます。そういえばオフィスさんからリクエストを来ています。HK 仮面さんリクエスト、リクエストは残酷な天使のテーゼのワンフレーズ、残酷な天使のように少年よ神話になれの替え歌で、残酷なシルバーオキパよ若者よ真似しちゃダメを、はい、ズケちゃんと HK オキパよ変態アドベンチャーワールド成敗支配人の工作員 A さんの成敗デュエットでお願いしますと。エヴァンゲリオン知ってるでしょ。はい、ね、男の子知ってるぐらいだからエヴァンゲリオンばっかりじゃないですかどうですか HK 仮面さんわかります分かります。 この部分は分かります。じゃあ歌ったらいいです。いいですか、ズケちゃんと。ズケちゃんに見せたらいいじゃないですか。はい、ズケちゃん知ってますよねエヴァンゲリオン。あ、分かります。はい、これ沖縄では放映されなかったんですよね。あら、不思議なことに。うん、あ、そうなんですね。確かにちょっと残念ですね。じゃあ HK 仮面さんはエヴァンゲリオンで誰のファンです。誰、アスカかハレーカーかどっちか。ああ、アスカかあの レーカー、はい、どっちかどっちだっけな、うん、アスカハーという。ああ、アスカどっちか分かってるでしょ分かってる、分かってます、はい、はい、じゃあ、じゃあ自分怒り司令って言うかなと思ったけど怒り司令通ですね、通ですよ、通ですね。じゃあ HK 仮面さん行ってみたいと思います。ではスタート、せーの。残酷なシルバーおきんぱよ若者よ真似しちゃダメ久しぶりにかなりまともに歌いましたね。はい、よかったかなと思います。でもワン心なしかワンテンポ遅れていったような気がするんですけどだって HK 仮面さん頭の中でモルゲッソのことしか考えてないでしょう。君あの変な被り物して公設市場なんか歩くつもりでしょてかあれ目が見えない、目 どこで前を 見ろって言うんですかね見なくていいですそのまま道に飛び出るんじゃないですかいやあの外された時には留置場の中とかねこれ目立ちますよ。あの公設市場とかあれやって堂々と歩いてたらみんな見ますよ、振り返ってから。写真撮られるかもしれないやっぱりそういった道に走るんですね、HK仮面。もしくは深夜徘徊とかそうなんですか。いやいやいや、なんか HK 仮面さんのボーイフレンドは最近ちょっと出なくなりましたけどね。あのフィンガーボーイっていうのは夜中の市場の中を徘徊してましたけど、最近お付き合いないんですか彼とは。もうそもそも ないですそうなんですか。なんか最近彼ツイキャスやんないんだけど、あのなんか励ましてやったらもっとツイキャスやれってそれはニラオとかナナとかあのケスケス太郎とかがもうメインになっちゃってるから彼はもう消えた。いや、こう言って励ましたらいいんですよ。比べるのは他人ではなくて過去の自分だと。かっ
こいいですね、梅田さんかっこいいじゃないですか。はい、ということで今日1曲目、もうすぐ来る夏に思いを馳せて、杉山清貴のナンバーから2人の夏物語。はい、ちょっと一足早い夏の気分を味わっていただけたかなと思います。杉山清貴さんの2人の夏物語。そうですね、だいたい20年近く前の、20年もうちょいになるかな、はい、私車の中でよく聞いてましたけど、杉山清貴さん、当時すごいね、この杉山清貴さんのような格好が流行ったんです。白い綿パンに黒のタンクトップに、髪はサラサラヘアで、レイバンのサングラスをして、海沿いのカフェで、はい、クワーズを飲んだり、バトワイザーをねそのまま瓶から飲むっていうスタイルが流行っていまして、私もよく通ってましたけど、あの頃は痩せてましたよ、HK 仮面さん。私今はもう隣のトトロみたいになってしまいましたけど、いや隣のトトロというよりはテッドって最近言われるんですけどね、テッドなんですかね。まあ、確かに自分のあれをローマ字で書くとテッドですけどね、テドコンですか、TED でテッドですよ。だけどショックだったのは、テッドの被り物をしていて、コーンのつく方々がもう笑いながら近づいてきて、テドコンさんですよねって、本当にちょっとこのままで俺いいんかなと思ったんですけど、はい、で俺が HK 仮面さん一番痩せてる時で56キロぐらい、56キロ、サラサラヘアでサングラスして、はい、上はタンクトップ、下綿パン履いて、デッキシューズ履いて、足組んでビールっていう感じで、当時そういう格好がすごい流行ってたんですよね。そういうのがあって、まあ、当時トレンディーっていう言葉もあったし、うん、君の頃はどういうのが流行り、やっぱり男の子何が流行ってたの、君の青春時代。ほらこんな時席でごまかす、すごい。でもいいのに。じゃあはい、わかりました。次行きましょう。うん、やっぱりネットばっかり見てたらダメよ。やっぱりネタ考えないとね。はい。明日でも桜に出るんだよね。もう今日見てる、ね、ラジオ聞いてるツイキャス見てる皆さん、明日の夜7時のチャンネル桜は HK 仮面さん出ますからね、まあ、どんな格好で出るかちょっとまた楽しみにしてていただきたいと思いますけどね。はい、石鹸男宮城さんからメッセージ。自分の青春時代はボクシング一筋でしたということで、はい、皆さんの青春時代またどん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 、はい、このキャスの方で送ってください。皆さんにいろいろ書きたいと思います。お、沖縄サンゴアートさんは、杉山清貴さんと飲んだことがあります。羨ましいですね。すごい、いや羨ましいな。はい、榎本さんから、ガルパンの映画は3回見に行ったと。かなり2ですねしかし HK 仮面さんがガルパン知らないとはちょっとびっくりしました。結構その手の道には詳しいかなと思ったんですけどね。いや、うそ、トラブルはそっち見てるのに違うの、違う、あんまり詳しくないです。そうなんですか。でも今日の格好を見たら本当にそのまま身柄引っ張られてもおかしくないはい、中佐は青春時代勉強ばっかりだから今弾けてたりしだから今もうこっちでやりたい放題、はい、もう取り囲まれることにエクスタシーを感じるという中佐もなかなかのもんでございますよ。はい、いやしかし HK 仮面さん今日も大人気ですね。はい、中佐が来たらまた新しいコスプレで頑張ってみてくださいね。多分ろくでもないの持ってくると思うんで、はい、私どうせだったらズケちゃんにですよ、はい、人民服つけさせて、黒電話のカツラだけかぶしたらもうそのまんまで通るんじゃないかと。ちょっと顔にファンデーションって白くしてかな、はい、
あの手振ったら、はい、あの例の平壌オリンピックで例の北朝鮮の女の子たちの前に偽物が出たじゃないですか。あ、はい、ありました。あれよりズケちゃんの方が似てるような気がしますけどね。あ、ですか。雰囲気的になんか基地の SP に捕まりそう。ズケちゃんがあのそういう格好をして米軍のあのお祭りにそのまま出かけてったら絶対面白いですよ。どうなりますかね、高橋さん。キャンプショーアブとかそのまま入ろうとすると、いや多分セキュリティに止められそうな気がするんですけど。思いっきり吹き出すか外に叩き出されるか。いやでも今時期が時期だけでかなり危ない挑戦ですよ ね、 これね。そうですね、はい、もうそろそろって思いますからね。いや本当にこれはちょっとやっぱりまずいかなと思うんですけど、さすがにその格好で基地のイベントに行くのはちょっとね。 HK カメラさん、あなたもでもこの格好ダメよ。本当にこれ60年代の学校、あの大学行かないで学生運動ばっかりしてるやつのそのまんまでしか見えないですよ。ゲバブを持ってたら完璧じゃないですか。はい、いやでも本当にもう怪しいメンバーばっかりが集まって楽しいなこの番組。いやでもね、あのとんでもないちょっとニュース、今日の皆さん八重日報見ました？あ、見ました。はい、はい、あの中であの、まあ、会派は未来、確か民進党所属の、清水真央さんという、まあ、那覇市議が、この議会の質疑の中でなんとこの陳情書を出した、女性の住所と、ね、名前をこの議会の質疑の中で暴露してしまったっていう事件が起きてしまったんですよね。普通陳情、こういったあの陳情書っていうのは、まあ、誰が出したかっていうのはわざわざ議会とかで言わないんですよ、内容を話をしてもね。例えばあの那覇市内の全ての小中学校幼稚園であの何かある時には、国家君が代を歌いましょうという陳情を出す、その陳情を出した人の名前っていうのは普通出さないんですよ、まあ、なぜかというとその出した方が特定されると何かと不利益が被るかもしれないということで、あの那覇市のいわゆる個人情報保護条例でこれはあの守られてるはずだったんですよね。ところがですよ、このねあの個人陳情を出した個人の名前と住所をなんとこの清水真央市議があの議会の質疑の中で喋っちゃった、公表してしまった。それこれがあの議事録とかなんと動画に残っちゃってるんですよね。その時のちょっと音声だけ、ラジオですから動画は流せませんので音声だけちょっと聞いていただきたいと思います。流れないですね。流れるかなと思ったけどなぜか流れないっていう、まあ、たまにはこういったこともあるかなと思うんですけど、でも HK 亀井さんこういうふうに流されるってのはどう思います？実際、まあ、この陳情ってのをもしあのこの出した人に対して議員の人が出した人がもう気に入らないとか思っていた場合って議員がそうやって市民の名前を暴露しちゃうってことはもうあの市民に対してはあのお前余計な陳情出したらどうなるかはこんななるんだよっていう脅しにも取られないかなと思いますね。はい、あとあの一昨年ぐらいに導入されたあのマイナンバー制度ってあるじゃないですか。あれって大半の左巻きの人はあの反対していたと思うんですね。あの、まあ、個人の活動を監視されるとかどうちゃらこうちゃら言って、はい、ええ、まあ、こういったふうにあのマイナンバー制度に反対していた人たちは、まあ、今回の件どう思ってるんですかね。あの清水真央議員に抗議とかしないんですかね。こういう人たちが真っ先に民進党に抗議すべきだなと思うんですよね。はい、はい、ちょっとじゃあ準備ができたんでちょっと流してみたいと思います。
ね、地形仮面さんね、うん、いや何かの手違いだった。再掲再開いたします。清水真央議員。まあ、当部は僕はちょっとね、休憩中にも少し議論もありましたのは、当部は僕の班長じゃないので、そこはぜひ執行部と議長でまた確認いただければと思います。まあ、まあ、僕は個人のコメントとして、まあ、それは個人のアンケートと個人のコメントで残しますけれども、まあ、これね、赤字括弧文化投資額ってやっぱり書くような表現とかですね、僕もこのアンケートを実は最初いただいた段階で、慎重に上がる前の段階で見たんですけど、昔田代正史が世界のタイムかなんかの世界で一番有名な人1位になんかみんなのインターネットで遊んで投票して1位になったみたいに、非常にそういった誰が回答したかもわからなかったり、何回も回答できるようなシステムになっているのかどうかっていうのが非常に不安な点が多いアンケートになっていると思います。さらにこれ赤字括弧文化投資額って書くってことは、じゃあ赤字子育て予算とか、赤字、介護予算とか、っていう認識なのかなということで、これはやはりね、那覇を代表する団体としてぜひもっとですね、しっかりとした内容を作っていただきたいなと僕は非常に見て思いました、個人的には。まあ、ただ今伺っている内容ですと、答弁ですと、まあ、そういった形で、まあ、誤解されることもあるんじゃないかなと那覇市は思っているというものだということで伺いました。まあ、実は陳情には他にも上がっていてですね、例えば他には署名活動を行って、それを陳情という形で出されているものもあります。吉宗勤後援会の会計責任者の方と同盟の方なんですけれども、まあ、例えばこの中でもですね、赤字が前提の施設運営の計画を見直すべきとか。はい、今P 音が出てたところが、実はこの議会の、ね、この質疑の中で個人の名前と住所をなんとこの議員が暴露してるんですよ。これって普通絶対ありえないことなんですよね。でこれがそのまま感化されるっていうことは、例えばある特定の会派、ある特定の政党の人たちが気に食わない陳情が出てきた場合に、その陳情を出した人の住所氏名をですよ、議会で晒してしまうということがまかり通ってしまう。これって HK 仮面さん、陳情が出しにくくなりますよね、これじゃあね。どうです、これじゃあ、那覇市がそうやってもう市民が物を言えない那覇市になっちゃうっていうのが恐ろしい感じがしますね。そうですよね、もう気軽に陳情も出せないということになっちゃいますけど、いや梅原さん、こういうふうに議会の質疑の中で一般市民の氏名と住所をこれ明かしてしまうというのはどうなんでしょう。そうですね、この件に関して即議員を辞職すべきだっていう人がおりまして、私もそれに同感なんですけども、自分は議員としてっていう前に人としてどうなのかっていうふうに思いますね。それとあと、まあ、田代正史がどうちゃらこうちゃらって言ってたんですけども、なんでこんな意味のわからない例えを出すのかなっていうふうに思いますね。そこを見てみてもやはりちょっと議員としての資質に欠けるなと思いますね。はい、まあ、この方いわゆるオール沖縄側の人間なんですけど、いわゆる署名っていうのは誰が、ね、署名してるかわからんなんつって、その署名のいわゆる信憑性を、ね、疑うようなことを言ってますけど、この人たちのお仲間である方々が宮古島で署名活動したときには、なんと一人で6回も署名してるんです。石垣ですね。石垣でした、はい、石垣でしたね。はいはいはい、一人で6回とかね、あと島に住んでない人間までもが署名してたっていうことで、ありましたね。よくこういったことをね、抜け抜けと議場で言えるなと思って、こういうのをお前言うって言うんですよね。はい、お前が言うなっていうことになるんですけど、こういう例え出すこと自体もあれって、はい、16、17年前の話ですよ。はい、かなりよろしくないお話かなと思いますけど、はい、まあ、でもね、うん、このような形で、まあ、議会というね、まあ、多くの人たちがこの傍聴をしている、そして議事録にも残る、動画にも残る中で、こういった一般市民の住所氏名を明らかにしてしまったっていうことは、これ地方議会では多分全国でも初めてじゃないかと思うんですよ。陳情した方の名前と住所を明かしたっていうのは、これって完全にアウトです。でこれについてやっぱりおかしいと、この議会事務局に問い合わせをしました、私ね。すると
ちょうどあの今会期中ですので担当者がいません、後で電話しますって言って、あの結局ちょっと電話はかかってこなかったんですけど、自分がいる間はね、あの私の他にあの電話した方がこの議会事務局といろいろ話をしたところ、議会事務局の返答はこれはあの個人の、まあ、名前と住所を言いましたけど、これは団体の代表なので、あの個人情報保護条例には抵触しませんと、いわゆる団体の代表として出してるから、あの公表しても差し支えがないって言うんですよ。しかしこれね、あの団体だろうが何だろうが、この、 あの保護条例の中には公表されることによって不利益を被る可能性がある場合はダメだって書いてます。ということはネットに例えばこういった情報が流されてですよ、この方の氏名住所が明らかになるわけです。するとね、あの嫌がらせの電話とか、あの郵便物とかが送られてきた時には、これ明らかにあの不利益を被ることになりますよね。だからどこの議会でもこの陳情者の、ね、住所氏名は明かさない、内容は議会にやっぱり提起しますけど、誰が出したのか、どこに住んでるのかってことは一切やっぱり明らかにしない。こういった中で全国で初めて、まあ、議会の中でこのように陳情者の住所氏名がやっぱ明かされたっていうことは、これは私大きなやっぱり問題であって看過できるものではないというふうに思ってるんですよね。で実際に動画も見ましたけど、ピーオンで隠してますよ私は。これ地上波で流すんで、実際のものはそのまんま入ってます。実際にこれづけちゃんね、例えば自分の住んでる町にこうしてほしい、ああしてほしいという陳情を出して、これが議会でこれはどこどこに何々住んでる漬山一心助けがの陳情ですってやられたら困りますよね。やっぱりちょっとそれはまずいですよね。まずいですし、はい、そうですよね。 HK 仮面さんが例えば那覇市議会に男の子条例作れとか確かに男の子条例、ね、いやいやいやLGBT を認めるんであれば男の子も認めてくれって、あなたが出す可能性もないとは言えないと思うんですけど、それが名前公表されたらもうあなた道から歩けないじゃないですか。もしかすると石垣島に行くしかないですよ。石垣島にある陣営に加担するしかないですよ。ね、カミングアウトしてるところに行って、はい、いやだからそういう風なのはどうかななんて思うんですよ私はね。だからいかなる、まあ、案件であってもやっぱり陳情者の、住所氏名という個人情報を、まあ、明かしてしまったっていうことは、これはもうまさに、個人情報保護の観点から万死に値すると。でそれについて全く本人も議会事務局も反省の色がない。そして普段こういったことが起こると人権侵害だって個人情報の暴露だって騒ぐ人たちが一言も言わない。なんで HK 仮面さん。なんで。普段はそうやって騒ぐ人たちにとってなんかあまりいい印象持たれてない人なのかもしれないなともちょっと考えられますね。そうですね、はいはい、今うちのネットアシスタントの方からすぐ連絡来ております。清水真央議員、元民進党、今かっこ民進党で自由党推薦って書いてますね。自由党さんにも推薦されてるんですね。 あっち系ですか。やっぱりあっち系ですね。 HK じゃなくてあっち系彼はあっち系、君は HK 元民主党の流れを組んでる市のあの人って市の、市議会報告会でも議会やりながらネット見てフェイスブック見て市民が何を言ってるかっていうのを監視するのが好きみたいな感じですね。いやあの人たちね、だって、はい名古屋の市長選挙でも投票する人たち監視してたじゃないですか。ああ
そうです ね私なんか大山ゲートで監視者が許さない会の親分にビデオカメラ持って追いかけられましたいつも行くたんびに監視されてますよ私なんか、あの人たちに、ね、監視者が許さないという人たちが監視するんですから、ね、こんなのマスコミ絶対に放送しないですよね。フェイスブックでもあの沖縄の人がいろいろ意見言い合う言い合えるグループをしっかり見てますね、はい、ほう、そうなんですか、わかりますよ、やっぱり気になるんですね、見てて、あ、書き込まれてるって言ったのを僕は聞き逃しませんでしたよ。そうなんですか、はい、さすが一日中家にこもってるだけいやいやもうどうしますか、もう梅田さん、いやいやいや、男1匹36年もう毎日家に泊まって、そうですね、もうここまで来たらあの日本一周旅行強行ということで、まあ、自転車日本一周旅行強行ということでまずは自転車で石垣島行ってみようか自転車、ね、自転車ですか、フェリーに積んでいけばいいじゃんで現地であのピンクの人たちを追いかけるっていうあなたの趣味にぴったりなことをやるのもいいんじゃないですかね好きでしょそういうの、気持ち悪そうですね。いやでもあんた自分の格好を今鏡に映したら多分同じこと言うと思うよみんな、うん、わかりました、超怪しいですよこの格好、なんか安保崩れの最悪みたいなそんな感じですあの左翼って何ですか、左翼っていうの初めて聞きましたよ、左翼っていうの、そうですか左翼何ですか、左翼、玄ちゃんは左巻きって言いますけどね、はい、なんです、最近はパヨクって言われてますね、パヨク、はい、パヨクとかパヨチンとか、そう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 、じゃあパヨレンジャーとかパヨッカーっていうのはその系統なんですかやっぱり、かもしれないですね、いやまあそれはそれで、まあ、新しい戦術だか私いいと思うんですけどね、ただ有権者がどう見るかですよね、そうですね、はい、まあ、これから石垣島市長選挙、次沖縄市長選挙、次豊見城かな、まあ、結構大きな町の選挙はどんどんありますけど、まあ、いわゆるオール沖縄の皆さんもこの若年層対策っていうのを真剣にやっぱり考えてね、今回ディズニー使ったり M&M 使ったりしてすごい関心を引こうと一生懸命でしたからね、あ、彼らだってやっぱり感化してるわけじゃないんですよ、進化なのか対価なのかちょっと分かんないけど若者にやっぱり振り向いてもらいたいっていう戦術はきちんとやっぱり立ててるっていうことがすごいなと思いますよ、黙ってるわけじゃないと、ただ全員集合って言っても反応する世代っていうのはやや上の世代かなと思うんですけどね、はい、そうなんですか、いやしかしすごいですね、まあでもぜひあの HK 仮面さんまたニヤニヤして彼ら追いかけてほしいございますねはい、あとなんか HK 仮面さん、あのリスナーの皆さんお話したいこととかあります、カミングアウトとか、そういえば今日あの音声ってありましたっけ、何の音声ですか、石垣港での自衛隊は帰れですか、そう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 、自衛隊は帰れというやつですか、はいはい、あれ流してたら時間ないんですけど、あそうないと思いますよ、あれ聞きたかったんですか、ああじゃあなんかそれ目覚ましの音楽に使ってるとかそういったことはないよねないないない目覚ましだったらアウがいいんじゃないですか、これね、ピンクの人たちがやってたもんじゃないかななんて思うんですよね、はい、なんですかピンクの人たちって、皆さんは歓迎されてません、何年か前にね、ネットで広まってた
広まってきたやつなんですけどね、あとそろそろこれからこれこれこれこの辺とかあのねラジオリスナーにこれこれって分かんない、すいません、ちょっと音声が聞かせようかなと思ってたんですけれども、まあ6年ちょうど6年前に、自衛隊のイージス艦が石垣島に休憩のために寄ったんですよね。でその時 あちらの人は帰れだの獄潰しだの税金泥棒だのわめいてたんですけれども、まあ、それから1週間後あの東日本大震災が起こったんですよ。で自衛隊の方々はその被災地に出向いて救助活動を当たったわけですよ。まあ、そういうことから分かるように国民に何かあったら、まあ、真っ先に立ち向かって救助に当たる国民に寄り添うっていうのが自衛隊の方々なんですね。まあ、そういう方々に対してこんなひどい言葉を投げつけるなんてありえないなと。で石垣市長選挙、今度はなんと投票日が3月11日、あの日からちょうど同じ日なんですけど、まあ、そういう日にこんなひどいことを言う人たちに支持される候補が選ばれたってなったら最悪かなって思いますね。はい、石垣市民の皆さん、ぜひぜひもう皆さんが投票、しかもね東日本大震災は、6年前じゃなくて7年前だからね失礼しました、7年前でした。今日も途中で切られましたね、せっかく調子が乗ってきた時にプチッと切られるっていつものパターンで、いやーでも本当に HK 亀井さんの思いは十分伝わったと思いますよ皆さんにね。はい、ということで今日もあっという間に時間が来ました。まさか今日当てられると思わなかったでしょまさか来ると授業で突然問題当てられてあたふたするのとなんかそういう気分でしょ俺にはどうたらなんだろうって、そういう人いましたねクラスにいましたよね、それと同じだったかなと思っております。それ思い出しちゃった。はい、ということでね、今日のワンノームいかがだったでしょうか。まあ、南市議会で、まあ、この個人名住所がさらされたっていうことはね、私これはちょっと非常に感化できないことだと思っています。県民の皆さん本当にこのままでいいんでしょうか。そして尾長知事の新たなまた資料が出てまいりました。今後この件についてはもう県議会できちんとやっぱ追及してもらうような方向で調整をさせていただこうと思っております。ということで今夜のワンノムこれにて終了させていただきます。皆さんも最後までありがとうございました。ありがとうございました。しかし皆さん頑張ってください。